これが兄貴の研究か。ああ、正直行き詰まってはいるがね。出生率の低さ、遺伝病の増加、これに環境汚染が追い打ちをかける。人間の種としての寿命はもう長くはない。ああ。だが生きたいと思うのは人の、生物の本能だ。ここで諦め、最後を迎えるわけにはいかぬ。全ての人間に希望を与えねば。さすが兄貴だな。志が高くても結果がなければ何の意味もない。そう、結果が伴わない努力はただの徒労だ。兄貴、パラダイムシフト。え？薬物や遺伝操作といった従来のアプローチではない。技術や発想が必要なのかもしれないが、何かいいアイデアはないか。兄貴がわからないならわかるはずないだろう。いや、案外そういう人間が意外な手法で問題を解決するかもしれん。うん。もしかして。ハク様、いつもありがとうございます。いえ、それほどでも。まあそうかしこまらず、くつろいで行ってくれ。はい。にしてもこのじいさん、なんで自分などにこんなによくしてくれるんだ。自分の考えが確かなら、本来はこっちなんかが話すどころか顔を見ることすらままならない立場だろうに。どうぞ。あ、どうも。緑茶がお好きなようでしたから。覚えていてくれたのか。それで自分に話というのは。そなたに折り入って相談があっての。実はわしは昔から古代の遺跡やら遺物やらに目がなくてな。遺跡？先日このヤマトと北方のウズール社との間で戦があったのは知っておるか？ええ、まあ知っているも何も。そこで苦労させられる羽目になったしな。戦の後、今まで未調査であったウズール社の土地を調べてみたところ、新たな遺跡が発見されたのだ。しかもウズール社の蛮族どもは何の興味もなかったらしく、ほとんど手つかずの状態で発見されたらしい。へえ、こっちからしたらどうでもいい興味のない話だが、クオンやネコネが聞いたら喜ぶか。すぐにでも調査に出向きたいところではあるが、何せわしはこの足でな、あまり遠くまで行くことはできぬ。まさか代わりに調査してくれと言うんじゃ。そのまさかでな。もちろんただとは言わん。それなりの報酬は用意しておる。いや、それはちょっと。ほのか。はい、ご隠居様。うわっ。支度金です。報酬は後ほど改めてご用意させていただきます。必要経費も別途請求していただければ。引き受けましょう。ありがとうございます、ハク様。そうかそうか、そなたならそう言ってくれると思った。支度金でこれか。これだけあれば
しばらくは遊んで暮らせるぞ。最近はオシトルからの依頼もなく、みんな暇を持て余している状況だからな。それに遺跡の調査となれば、多少報酬が少なくてもクオンやネコネは目を輝かせて飛びついてくるだろう。ちょいとばかりこっちの懐に入れても怪しまれたりはしないはず。いや、よかったよかった。今宵は誠に気分がいい。ほのか、宴だ。宴の支度をせ。はい、ご隠居様。はあ、くっとくっと、飲んだ飲んだ。飯は絶品、酒は最高。世の中には普段からあんな豪勢な料理を食っている連中がいるのか。ちっと飲みすぎた気もするが、ほのかさんの尺は断れんしな。仕方のないことだ。ただいま帰りました、っと。うん、お帰りなさい。うん。ずいぶんと早いお帰りだね。え？クオン？なんで、自分の部屋に。ずいぶんとご機嫌みたいだけど、夜更けに部屋を抜け出して、一体どこに行っていたのかな？いや、それは、そうだ、実はこの二人、いない？なんとなくそんな気はしていたが、ちょっと知り合いのところでご馳走になってただけだ。座るところが違うかな。正座。いや、正座って。正座。はい。別にお酒を飲むなとは言わないし、女遊びをするなとも言わないよ。いや、ちょっと待て、酒はともかく女遊びってのは。たまには羽を伸ばしたいのもわかるから。でも白はまだ自立できていない、いわば半人前。それを朝帰りするまでフラフラと放蕩するのはどうかと思うな。お前は自分のお袋かと言いたいな。正論すぎて言い返せん。さすがに世話になってる身で朝帰りはまずかったか。うちには切り札がある。これには深い事情があってだな。仕事の依頼を受けていたんだ。それと朝帰りに何の関係があるのかな。まあ、待て、その依頼ってのは遺跡の調査依頼だ。それも未調査の遺跡らしい。詳しく説明して。よし、気づいた。実はな、耳と尻尾がピコピコ揺れているのは隠しようもない。よしよし、だいぶ効果あったようだな。わかった。そうと決まればいろいろと準備をしとかないと。まあ、それがいい。そんじゃあ自分は一飲むっていい。白はまだ正座。な、ちょっと待て、だから。ああ、そうだ、これは預かっとくね。げっ。起きてくるまで白はそこで正座かな。何か言いたいことは？ないです。ヤマトで発見された遺跡はほとんど調査済みですから、
全く新しい遺跡というのは私も初めてなのです。なあなあ、あれなんだ？シノノ、そんな身を乗り出すと危ないぞ。大はしゃぎやな、シノノちゃん。主様、平気。どうぞ、私たちに任せて横になってください。せっかくだが遠慮しておくよ。よく考えたら、昨夜は一睡もしてないじゃないか。まったく体調最悪だわ、眠いわ。そんな状況で車の御車やらされるわ。いつもながらどうしてこうなった。形でまたこの国に戻ってくるとはね。で、あれか、発見された遺跡というのは？そうみたいかな。うわ、この辺りはまだウズウルッシュの残党がうろついてるかもしれんしな。連中に貴重な遺跡を壊されでもしたら大変ですからね。まだ手つかずって言ってたのに。ふむ、それでこれからどうするのだ？今回の目的はこの遺跡の調査なんだが、着いたばかりだからな。とりあえずは休みを取って明日から。ここに突っ立ってても拉致があかんし、とりあえず中に入れてもらおうじゃないか。分かったから、二人揃ってそんな噛みつきそうな顔をするな、おっかない。あ、ちょっといいか。ん？なんだ貴様ら。ウルール、サラーナ。はい。それはここの調査に来た。通らせてもらうが構わないな。失礼しました。どうぞお進みください。無条件に素通しとか、さすがというか効果ありすぎだろう。なんだ、急に態度が変わったじゃない。ハク、何を見せたのかな。何って、これをな。ハクさん、それって、まさか、まさか。そこに掘り込まれている紋章って。はい、そこまで。それ以上の詮索は厳禁な。待ってください。その御紋は帝ご自身か帝のお認めになった者にしか使うことが許されていないんですよ。だろうな、あの兵たちがあそこまで態度を変えるわけだ。ハク、どうしてそんなものを持ってるのかな。そいつは、さて、どう説明したらいい。っていうか、説明したところで信じてもらえるか。ハク殿！ん？ハク殿ではおじゃらぬか！この声、まさか。会いたかったでおじゃるよ！な！断りよ、我らが主の前に身を投げ出し壁となせ。危なかった。主様、大丈夫ですか？それはこいつに言ってやってくれ。いや、まさか白殿たちがこの遺跡の調査に来てくれるとは。やっぱり丸と白殿は運命の糸で結ばれてるに違いないでおじゃる。満面の笑顔で気色悪いこと言うな。
から話がそれて助かった。こいつはあまり人前に出さない方がいいみたいだな。いやそれにしてもやっぱり自分は戦場よりこういう場所の方が性に合ってるでおじゃる。未知の太古のロマン、学士の血が騒ぐでおじゃるよ。学士ではなく女学士なのです。この先はマルたちもまだ調査していないでおじゃる。じゃあこの先は私たちが一番乗りってこと？まあそうなるでおじゃる。猫ね、はい、なのです。おいおい、あの姉ちゃんたち何かいつもと雰囲気違わない？猫姉さんがどこか遠くに行ってしまう。あまり見かけない様式かな。帝都近辺の遺跡とは少し違うみたい。構造は西の方にある遺跡に近いみたいだけど。はいです、コタッポ地方の遺跡に酷似していると思うのです。でもあの模様なんかは、あれはハミアナ諸島文明のものなのです。うん、結構離れているはずなのにこんなところでお目にかかるなんて、これは何かしらの交流があったって見るべきなのかな。ここまでの分布を考えると流れ着いた可能性も高いのです。何を話しているのかさっぱりわからん。今回の件はあの二人に任せた方が良さそうですね。そうだな。しかしこれも遺跡、なんだかどこか見覚えが。いや、気のせいか。しましたか？ああ、いや、なんでもない。なんだ、今の感じは。お兄さん、何してるん？置いてくえ？ああ、今行く。おや、ここで行き止まりですか？完全に崩れちゃってますね。はて、それでは調査はこれでおしまいでおじゃるか？うん。絶対にまだ見つけていない場所があるかな。そう言われてもここまでそれらしきものはなかったぞ。経験上ね、何もないように見える壁に扉があったりすることが多いんだ。よく見ると扉のくぼみがあったり何かの印があったり。あ、姉様、あそこ扉があるのです。まただ。何なんだ、この感じは。ハク様、どうかしたのですか？なんだか顔色が優れないです。いや、大丈夫だ。問題ない。主様、主様、もしかして何か。なんだ、この遺跡に入ってから何かが。ダメ。開かないか。なんとかこじ開けられそうにないですか？無茶言ってくれる。こんなでかくて分厚い扉となるかな。どれ、ちょっと下がってみるじゃない。役とあると。はっ。うっ。とまあ、ざっとこんなもんじゃない。扉が。おお、さすが。ヤクトワルトさん、初めてあなたをすごいと思ったのです。おい、そりゃないぜ。開きましたよ、姉様。ここって、まさか。姉様？ああ、うん、なんでもないかな。くそ、だからなんだ、この妙な感覚は。頭痛までしてきやがった。